庭七郎3月31日から1935年7月7日は、日本の内務官僚。岡田内閣の内務次官、県知事。福島県出身。庭家は、小田信長の重臣であった、庭長秀の一族で、祖父は、幕末の合図藩士、庭族、父は、西南戦争で抜刀隊に参加した、庭五郎である。 1903年合図中学を卒業し、検定試験を経て、東北帝国大学農科大学を卒業。京都帝国大学在学中の1913年11月、文官高等試験に180名中次席で合格した。1914年7月、京都帝大法科大学政治学科を優等で卒業し、銀時計を授与された。 1914年8月、内務省に入り、東京付属として内務部所務課に配属された。以後、東京府理事館、内務省警保局事務官、土木局加工課長、道公安課長、神社局第二課長、土木局所務課長、道道路課長などを歴任。1929年7月、岩手県知事に就任。翌年には、埼玉県知事に転じた。 1931年4月、内務省土木局長に就任し、さらに社会局長官を務めた。1934年7月、岡田内閣の内務次官に就任したが、翌年の6月辞任しほどなく死去した。合図会,会員。戦前日本官僚制の制度、組織、人事478ページ、合図会,会法、第26号官末会員名簿。 帝国秘密探偵社編大衆人事録対ご飯帝国秘密探偵社1932年 P25 ありがとうございます